植物の疑問を Q&A 形式で回答していくプランティア Q&A。 今回はドウダンスズジの育て方に関して特に多い質問を回答させていただきます。ドウダンスズジは低木の庭木で樹高が3メートル程度までしか育ちません。春にはベル状の花を咲かせ、秋には紅葉します。密に茂る美しい葉も人気があり、枝物として生花としても流通しています。それではよくある質問の一つ目です。管理場所や植え付けに関して教えてください。ドウダンスズジは日当たりの良い場所で管理しましょう。日当たりが良いと花つきが良くなり、枝もボリュームが出て秋には美しく紅葉します。半日陰でも育てることはできますが、花数が少なく紅葉の色づきも悪くなります。鉢植えで育てる場合は夏場は西日の当たらない場所で管理しましょう。ドウダンスズジの植え付けは新芽が出る前の春、または厳冬期を除いた落葉期が適期です。地植えにする場合は植え穴を深く掘り、株元が周りの地面よりも高くなるように盛り上げた状態で植え付けましょう。続いて2つ目のよくある質問です。日々の管理や水やりや肥料の与え方に関して教えてください。地植えの場合は根付いたらほとんど水やりは不要で、雨に任せて問題ありません。乾燥した日が何日も続いて剥がし折れる場合は水やりしましょう。鉢植えの場合は土の表面が乾ききっていたら水やりします。少し乾かし気味でも構いません。夏場は水切れを起こさないようにしましょう。追肥は花つきを良くするために2月に寒肥と花が終わった6月頃にお礼肥を与えましょう。続いて3つ目のよくある質問です。その他ドウダンスズジに必要な作業を教えてください。鉢植えで育てる場合、夏場は西日の当たる場所だと水切れを起こしやすくなります。西日の当たらない場所で管理しましょう。また冬は落葉期でも土が乾燥しきったら水を与えましょう。5月から6月の花が咲き終わった頃、花芽をつける夏の前までに剪定を終わらせましょう。伸びすぎた枝や混み合っている部分を切り落としましょう。最後にドウダンスズジの育て方の基本情報です。置き場所は日当たりの良い、風通しの良い場所で、水やりは土の表面が乾燥してからたっぷり与えましょう。地植えの場合、特別な水やりは不要です。病害虫は肌に貝殻虫が発生する場合があります。見つけたら殺虫剤の活用も。この他にも植物に関するよくある質問にお答えしていきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。